まずダブルスに強い TT 埼玉、このチョン・ヨンジクとそして平野選手のこのペアが、三輪そして有野ペアを破ったことになりました。これはいかがですか。まあ、そうですね、動きも良くて、はい、このコース取りですか、まあ、ストレートをうまく突く、コース取りがまあ冴え渡ってましたよね。まあダブルスでいつもいい形でスタートを切る TT 埼玉なんですけれどもね、その後のシングルスが思うようにいかない。逆にまあこの琉球の方はダブルス本当に正直言ってこれで負けて2勝9敗なんですけど、ダブルスはね、その後のシングルスで、まあそれを挽回してまあ2位に上がったという形にはなったんですけど、ただ本当にいい形で、ダブルスがこう勝利しているので、もう圧倒最後はしましたよ ね、 はい、この最後のピアノのシュートドライブもですね、鮮やかに決まりまして、さあそしてシングルスマッチ、シングルマッチに入りました。その最初の試合は陳慶安と吉村真晴、まあ、埼玉とすればここは吉村で取りたかったところではあるんですけれども ね、 ダブルの勢いのままにですね、まあ昨日フォアハンドが調子良かった、その勢いのまま、1ゲーム目をですね、畳みかけた、形になったんですけども、2ゲーム目から逆にこのサーブのコントロールがですね、吉村がこううまくいかないで、先に、陳慶安に攻められるような、ケースがですね、こう増えてきたと。まあ、それで徐々に勢いがついてきましたよね、琉球側としては。ちょうど11月21日のこの琉球戦でもチンと対戦をして、その時も 3-0 でチンに敗れた吉村、まあ、なんとかその雪辱をと、願ったんですけど、 このダイナミックなも素晴らしいですね、これも印象に残っていますが、まあ、結果的には3対1という形で陳慶安が吉村を破り、さあそして、まあ、昨日なかなか水谷との激戦を戦ってきました、その岸川が総チェーンとの対戦ということで、まあ、1ゲーム目も本当に昔の感覚がこうすごく取り戻したような、もう本当に目の覚めるようなバックハンドですね。まあ、琉球の方もこれが11試合目なんですが、10試合続けて全て出場しているのは丹羽選手とこの総知恵選手の2人なんですよね。やっぱりこの37歳のベテランがやっぱりチームを引っ張ってんですね。そうですね、まあ、岸川もなかなかいいところは見せたんですけれども、結局3対1というスコアで、この3ゲーム目の、そういう9オールからの、あのボールがですね、総選手が素晴らしいボールを打ちましたね。そうですね、総知恵トランチワン選手が岸川を破ってこのガッツポーズです。さあそしてその後第4マッチ、今、まあ、ヒーローインタビューでもありましたが 2-1 で回してくれたのでというね、まあ、いかにもクールな丹羽選手らしい受け止め方をしていましたけれども、まあ、クールな中にも、すごく熱いプレーをですね、両者してくれましたね。まあ、序盤はサービスが効いてて、優位にラリーを、まあ、展開してたんですけども、徐々に、やはりチョン・ヨンシクも、対応してきて、フォアハンドもバックハンドもものすごくいいプレーを出しましたね。そうですね、まあ、チョン・ヨンシク最初の2ゲーム失った時はこのまま行ってしまうかと思ったんですけれども、そこから第3、第4と特に第3ゲーム15対13でチョン・ヨンシクが取った時にはね、どうなるかと思いましたが、まあ、結果的には最後ファイナルゲームまで進みましたが、そうですね、この最後のボールもですね、すごい気持ちがこもって、このクールな、庭がですね、そして勝負の瞬間、決まった瞬間、ご覧のようなガッツポーズを見せました。